はい、本日はですね、今日はちょっといつもと違ったところからスタートしてるんですけども、靴とかね、ブーツとかの臭いおいにい匂いをですね、どうにかして取れないかという検証していきたいなと思います。で、まあ最初にですね、なんでこんなところで撮影してんのというとですね、本日が土曜日なんですね。で、土曜日って僕オフの日なんですよ。オフの日なので、嫁もね、寝室にいるということで、今ちょっとすやすや寝てはるんですよね。だからちょっと玄関の方まで来てこっそり撮影をしているというちょっと肩身の狭い断念にはなってるんですけども、今からちょっと玄関に行きたいなと思います。はい、ここが我が家の玄関になってるんですけども、皆さん靴とかブーツ、革靴とかって匂いってどうされてるんでしょうか。我が家にもですね、ブーツがあったりだとか、あとこれ見てください。1年間洗ってないホカオネオネのスニーカー、多分匂い相当するやろうな。で、それ以外にはやっぱ革靴ですよね。革靴も結構匂いしたりすると思うので、この辺なんかの匂いがどんなもんかっていうのも測るためにですね、これめっちゃ高かったんですよね。計測器レンタルしたんですよ。で、この計測器がなんと5日間で3万3000もするんですよ。レンタルするだけなのにそんなすんのってことなんですけども、ありがたくレンタルさせていただいたので、これを使ってまずはね、匂いをちょっと試していきたいなと思います。これですよ、これちょっとつけていきますね。なんか長押ししたらつくらしいので、どうかな。あ、ついたついた。ちょっと待ってくださいって言われてますわ。では測れるようになったみたいなんで測っていきますね。では匂い測っていきますね。おお、ガンガン上がっていってる。見えるかな。270、272、どんどん上がっていってる。出ました。それではまずはヌプシブーティーは263、4とかそんな感じですね。では次はこの1年間洗ってないホカオネオネのスニーカー、どんな匂いするか。これ臭いやろうね。おっと、みるみる上がっていくぞ。意外といってない。256ぐらいですね。これどんなもんだろうな。そんな意外と匂いしなかったですね。やっぱ綺麗系 YouTuber やから匂いせんのかな。で、次は革靴ですね。258とかですね。なんかどれも大体一緒やから、どんなもんだろうな。ちょっと僕の服一回やってみましょうか。服が一番くせえんよ。276ということになってて、一回ちょっと切りますね。はい、ということで匂いが出ましたね。これね、僕の部屋着なんで、まあそんな多分汗かいてないと思うんで、どうなの、臭いんかな。ちょっと臭いかもしれないですけど、なんかこういう匂いをね、取るやつが、靴用のやつあるんですよ。で、それが今手元にあるんですけど、これなんですよね。で、これが、なんか中に掘り込んどくだけでいいみたいなこと書いてて、パッて見てみるとですね、なんかね、こんなセットが入ってるんですよね。ほんで、これを靴の中に掘り込んだら、あ、あ、ちゃった。これをね、靴の中に掘り込んだら、なんか匂いが、その上のファンとかあるらしいんですよ。この上にファンがあるらしくて、このファンが回って匂いが取れるらしいんですよね。どうやっていくかというとですね、このね、電源をね、ここの下のボタンを押したらね、できるんですよ。ここね、マークがあるね、ここをチュッと押すんですよ。ほんなら、あ、始まった。で、これね、青いのが出たら、この上のファンをこっちの中に入れて、こうやって掘り込むらしいんですよね。で、こうやって掘り込むで、前の方にコンコンコンってやってあげたら、このね、中まで入ってあるんですよ。で、この状態で1時間待てば匂いが取れるらしいんですよね。ほんまかいな、思ってね。やっていこうと思います。さて、本当に匂いが取れるのだろうか。2時55分スタート。あ、終わってる終わってる。ランプがもう消えてるので終わってますね。まだこっちはランプがついてるから、あ、消えた。あ、これ消えた、全部消えた。あ、いいか、この青いランプが消えたら終わりですね。では数値を測っていきましょう。匂いは本当に取れたのか。まずこの機械を出していって、ちょっと一回肉眼というか鼻に見えません。うん、ランダムだな。
では行きまーす。さっき200何歩行ったからね。見てください、数値がだいぶ下がってる。200切ってる。おい、じゃあ次は問題のムクシちゃんね。ではリセットかけて0ね。そして同じ右足をによっていくと、さっきが260何倍やったかな、4ぐらいやったから、おだいぶ下がってる。おお上がらへん。あ、ちょっと上がった。お180台終わりそうやなこれ。あ、でも上がっていってるな。でも200はいかんかな、これやったら。あ、いかんな、止まったな。184ですね。では行きます。あ、革靴は取りにくいんかな、ちょっと。それでも下がってるか下がってるか。はい、ということで最後は結果発表していきたいなと思います。結果がですね、まずヌプシブーティーが264から184まで下がったってことで、合計で何ぼ60ぐらいな、80ぐらい下がってるのか。次スニーカーですね。このオクサスニーカー、こちらにご用意してあるんですけども、このオクサスニーカーの方はですね、256の256からですね、異空号の195に変わったと。まあこの数値落ちてますよね。でその次にこの革靴ですよね。この革靴が254から190に数値が下がったってことで、まあ匂いってあんまり分からへんじゃないですか。だから結局こういった数値とか、やることで一番どれぐらい匂いがなくなったかっていうのが分かると思うんですけども、正直ね、僕も、まあこれ今回使ったじゃないですか。こういうの使う前、普通にね、こういったスニーカーとかやったら、まあ洗えるじゃないですか。ガシ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 って洗ってやったらいいと思うんですけど、問題はこういった革靴ですよね。革靴ってオイルとかはできるけど、中とかはもうどうしてもこう匂いはしゃあないみたいな感じにあったと思うんですけど、まあそういった方なんかにはね、これがあったら、まあ革靴も使えるし、もちろんスニーカーとかも使えると思うので、まあそれがいいんちゃうかなと思うんですけど、なんかね、これがね、すごいのが何かっていうと、このファンが、前のところにあるって言ったじゃないですか。これがね、最初30分はなんかオゾンを利用して、消臭もするし、殺菌もするし、で、消毒もするらしいんですよね。だから、それでバーっとまず匂い取るじゃないですか。で、その後に、次の30分間で、なんか靴の中の循環をさせるらしいんですよね。それによって、臭い、鼻が曲がるような匂いっていうのもなくしていくらしいんですけど、まあこれが1時間でできるってことやったんで、まあまあ比較的手軽に使いやすいんかなと思って今回使ってみたんですけど、大体ね、電池の持ち自体はこれ USB でね、充電ポチってするんですけど、これ満タンにしてだいたい2足分ぐらいですかね、やったらもう充電がなくなってくる感じなので、また充電するっていうような感じで使ってました。で今回これは提供していただいたやつになるんですけど、中パッて開けると一応2つ入ってるんですよね。だから要は1足分ですよね。右と左とか、まあ右と左どっちでもいいけど、まあ、1足分あって、ここに USB の充電器もあるみたいな感じで提供していただいたんですけど、まあ気になる方はね、下の動画説明欄から見てもらえれば、なんかちょっと安く買えるみたいなんで、まあそこから見ていただいてもいいですし、まあ普通に Amazon の方から見ていただいてもいいんですけども、まあそんな感じになっておりますということになってるので、まあなかなか匂いでこう困ってはった方とか、そのどうやって匂い取ろうかなとかって思ってた方なんかにはまあいいんじゃないかなと思います。まあ特にブーツ、そして、革靴、この辺ですよね。には使えると思います。で、ちなみに匂いは、まあ別にその自分の匂いやからかわからんけど全然匂いはしないですね。ということになってるので、まあ僕の視聴者の方でね、あんまり足が奥さんの方は少ないとは思うんですけども、まあもし仮に奥さんの方がいらっしゃったらですね、こっそり黙ってポチってもらって、こっそり黙って使ってもらったらいいんかなというふうに思いますので、まあ今回この匂い消しなやつを紹介してみたということになってますので、本日はですね、ヌプシブーティー、スニーカー、革靴の匂いを取ってみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。